どうもタビアンです。桃鉄ワールド地球は希望で回ってる69年目行きたいと思います。いつものトピックスグルメ大賞いただきました。444億いただきました。6000億。さあ前回は7000億をね、ベビキュラーカードで佐久間さんに奪われ、ちょっと探偵者見ましょうか、堀井さんが無一文になりました。土井さん6000億持ってますね。堀井さん無一文、佐久間さん移動系のみ OK、 3000億。さあ堀井さん倒したからあと2人も倒したいですね。そして、歴史ヒーロー変わらず1枚目パーフェクト、残り6人。今ヨーロッパの近くにいるから、ジャンヌ・ダルク・パリ、あとマルクス・ベルリン・ジュネーブ、パリ・ベルリン・ジュネーブ狙っていきたいですね。ただ目的地にも堀井さん佐久間さんが近いのでペルーね。ペルー、あそうだね、南米行かないといけないんで、まあ飛んでいきますかここはね。物件飛び、ここは我慢だね。ただそんなに近いとこがないね。6大都市カード行くか。サンパウロ行きましょう。南米はね高額物件なんかもう売り切れたんだよね。私がもう買い占めたのでお金使うとこがあんまないんだよな。ゴールに近づいてきたね土井さん。そして堀井さんは厳しい。移動系カードもねほとんどないから、エンジェルカードよかったね。少しの幸せ堀井さん。まあでもあと10年ぐらいは堀井さんね、おとなしくしといてほしいね。その間に佐久間さんと土井さんをやっつけたい、一人ずつね。さあ超音速で、目的地入れるね。あとお買い物チェック、アラガシュ、あベレン、ベレン行っときますか。なんか何も買われてない駅もだんだん珍しくなってきつつあるね。と使いました。あスペシャルカードでゴールですか。 OK、OK じゃないけど、まあよしとしよう。あ私ボンビーなの、マジか。結構みんな近かったろうね。ウブン橋アフリカね、 OK、大陸横断鉄道の要所。土井さんが絶好調なんだよね。ほんでね、あやべえこれみんな逃げていくな、タイミング的に良くないね。アルクダイ都市で逃げた、マジか。私あ六大都市使ったんだったら同じとこ行けばいいよね。ヨハネスバーグ OK、 じゃあもう六大都市使おう。ボンビーも連れてヨハネスバーグ、同じ場所にね飛ぶからね。はいボンビーなすりつけて、ミニボンビーだけどまあすぐ変身し直すかもしれないからね、怖いからね。ミニボンビーが届く、まだ移動中だったね。ほらまだまだ歩いてる。あミカエルに変身、おおいくらもらえるの、300億やるね。さあルブン橋まで5マス、OK、ちょっと全域踏破も見ましょうか。アフリカ地域ね、
あ、ボンビーなすりつけられた。アフリカ残り8駅結構あるね。アルジェリア、モロッコ、ルワンダ、キガリ、うん、モザンビークとか結構なんか島国かもね。こっちはアルジェリアとモロッコね。おお、まあ全部買うつもりでどんどん行こうか。さあ目的地どこだい。ああ、運橋入れない。 OK、 じゃあちょっとなすりつけてから行くか。なすりつけてからの、あ、全然行けない、マジか。ちょっと待ってね、こっちまで戻ってから。ああ、そう、まあしょうがないか。カード駅でも行っとくか。封印カード、あ、いいね、封印カード残しとこう。じゃあ超音速1枚捨てて封印カードゲット。ただ封印しても土井さん絶好調だからね。絶好調終わってから使うかね。あ、移動ゴールしたか。 OK。 あ、私ボンビーじゃないでしょこれ。おじゃんぽん、堀井さん強奪飛びカード、佐久間さんがボンビー、ヤンゴン、東南アジアか。あ、ミャンマーね、外資系企業多く進出。 OK、 買い物チャンス来た。堀井さんみるみるうちに回復していくじゃないか。2000億、復帰1年目にして。今誰になすりつけた、ボンビー。あ、大丈夫だね。4年後のスポーツの祭典開催地、次はどこですか。アリスさん、オーストラリア。あ、500億いただきました。いいね。さあ7000億持っております。どうしようかな。物件飛び、うん、ヌクス、ガラパン、まあ一番近いとこ行くか。ガラパン、あ、行ったことないとこじゃないこれ。北マリアナ諸島、ガラパン、いいですね。リゾートホテル、ゴルフ場、まあやっぱ観光なのかなこの辺りも。ガラパン、うわ、1300億青マス、マジか。ゴールよりも大きいじゃん、すごいね、額が半端ないね。堀井さんも2000億、あっという間だね。あ、なんかプラスでも200億のとことかね。あ、絶好調だからかな。さあ普通に振るか。封印カードはちょっと土井さんの絶好調が終わってからにしよう。あ、14マスで届かない。あ、ホーチミンいける。あ、いいね、ホーチミン行こう。ベトナム、ホーチミン、この辺では大きな都市だよね。100倍買取は4000億か。4000億はちょっとな。あ、絶好調終わりましたよ。 OKOK、 チャンスがあれば封印カード使おう。わ、香港の高額物件、すげー。土井さん絶好調だね。香港買われちゃったよ。今のはでかいな。やるな土井さん、今のでもう1年間のノルマ果たしたよね、買い物ね。
やるじゃないか。ここで封印カード使うか。封印カード、土井さん成功、堀井さんもオッケー、全員封印成功。カード買ってるけど、まあ使えないから今は。物件飛びカード、おっと、ボンビー普通に戻って、オリーさん3000億やるな。さあ次の目的地がポイントだけど、スペシャルカード持ってたかな。あ、刀狩りカードでっていうのもあるけど、まあ、やばそうなやつ手に入れたらにしようか。移動系だけだったらそこまでねしなくていいかな。強奪飛びカードちょっと嫌だけどね、まあ、強奪飛びはギリギリ我慢できるレベルだよね、まあ、超音速でいくか。ゴールできず、給油液は入れる。あ、重慶行っとこうか。あ、いいね、重慶行こう。まとめ買い、ロイさんが香港なら私は重慶。自動車メーカーとかあるんだよね。よしよしよし、2000億3000億みんな金持ってるな。あ、ミカエルさよなら。そしてゴールせず、オッケー。あ、手記、土井さんスタート地点パリへ。いや、逆にそれやめてほしいな。次パリとかヨーロッパだとちょっとね厳しいんだよね。あんまりもう一緒の場所にいてほしかったむしろね。そうなるとあれする、土井さんのカード奪おうか。あ、武器をさらばカード、うん、刀狩りで土井さんのカードを。あ、でもすぐ買っちゃうだろうね、それやっても。6大都市あんまり意味ないかな。さあ誰かゴールするかい。強奪飛びを2枚にしたの、それちょっとやだな。もうなんだったら坊主丸儲け出た、これはやばい。攻撃しようか、坊主丸儲け。ちょっと待って、ね、あ、カードバンク出せない、マジかうーん、坊主丸儲け、まあ今1000億だからまだマシか。ゴールに向かって入れないのかーい。あ、上海行けるね、上海で買い物しとくか。入ったことないしね、ほんでね。よし、上海行っとこう。で、まとめ買い800億、 OK。 どうしよう、武器をさらばカード使うかだよね。決算の後ボズ丸儲け使われると嫌だもんね。お、あ、ゴールした。これで土井さんがボンビーだよね。問題は次の目的地だよな。ヨーロッパじゃないとこ、ノボシビルスク。あ、微妙、ちょうどみんな真ん中ぐらいかな。ロシア、シベリア鉄道の通ってるとこ。さあ残り2ヶ月私が一番近いか。お楽しみ全駅踏破、ヨーロッパ、ロシアのスモレンスク、オレンブルク、ノボシビルスクっていうことは
あ、目的地が私行ってないとこだね。オッケー。あとね、ちょっとあの武器をさらばカード使うか。武器をさらば。あ、土井さんは何も持ってない、堀さんも持ってない。ボズ丸儲けカード、あ、強奪飛びカードは武器を、武器じゃないのか。武器じゃんね、強奪飛びカード。やだなおい。あ、封印カード解けた。強奪飛びは武器扱いじゃないのね。マジかよ。封印カード解けた。しょうがないね。まあボズ丸儲け消しただけよしとしましょうか。怖いからね。どうした、マーゼラン。目的地24マスで移動できる。遠くなっとるじゃないの、マゼラン。海辺の近くだったらね、マゼラン意味あるけど。さあゴールしたいな、これ20出して。おー、マジかちょうど20出しました。ここ行ったことないからね、まだね。シベリアン鉄道を買いに行きましょう。いいじゃない。リビエット、リビエット、いいですね。土井さんボンビー連続。あ、アブダビ中東ね。はいはい、いいんじゃない。中東も高額物件まだ残ってるんじゃないかな。シベリアン鉄道を買いました。土井さんが一番近いのか。さあボンビー変身するかね。まだか。ジェットカード。おう、メロン農園。堀井さん復活の兆しだね。途中下車カード、知らないな。知らないカードだね。まあカードコンプリートとかもするんだったら、なんか途中下車カードを刀狩りカードで取るっていうのもあるけどね。そこまでいいかなさあ収益、佐久間さん横ばい、土井さん結構上がったね。香港効果だろうねこれ。そして堀井さんの初収益。おー、堀井さん1年で2000億まで回復するんだね。16兆。そしてライバル佐久間さん、土井さんはなんかどんどん成長していってる。1兆。佐久間さんはもう2兆円が見えてきております。これをこいつらを倒さないとね。一人勝ちしたい。まあ75年が近づいてきてね、4分の3が終わろうとしております。一つずつやっていきましょう。それではまた、さよなら。